どうも、團十郎です。最近ですね、氷次郎の出番がめっきり少なかったんで、今日はね、氷次郎メインでちょっとね、最近覚えた近所のベーカリーまで今から行ってみたいと思います。よし、それでは行くぞ。OK、 よし、グー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 、 OK、オーダー、ストップ、はい、オッケー、グー、よし、グー。ここはね、上が高架になってて電車がすごく通るんで、最初来たばっかりの頃は本当にね、怖がっちゃってなかなか慣れなかったんですけど、左オーダー、左オーダー、はい、グー、よし、回れ回れ。渡った先を考えて事前に氷次郎の位置をね、右とか左に変えます。 OK、 よし、グー、はい、 OK、 はい、グーグーグー、よし、はい、グー、 OK、 よしよしよし、 よし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 、もう青でスタートと同時に渡らないと間に合わない。一応ね、警察に電話して長くしてもらうように頼んでるんだけど、まあ全然長くなってないですね。よしよし、もうこれをですね、今ずっとまっすぐ行って笹島ライブっていう駅の方に向かってます。まあ、やっぱりこのハーネスの感覚だけでね、どういう障害物があるかとか、やっぱそれを把握しながら歩かないといけないんで、まあ、なかなか本当に慣れるまで大変でしたけどね。でも、もう慣れちゃったらね、やっぱりある程度もオートマチックに行ってくれるんで、すごくまあ楽に歩けますね。はい、大丈夫よ。横断、横断、横断、はい、ストップ、お、グー、よし、今度は大丈夫だったね。で、この先を左に曲がるんで、その場合、右手に持ち替えます。回れ回れ、はい、はい、これで氷次郎的には渡ったら今度左に行くんだなっていう。OK、 はい、グー、よし、グーッと、 OK、 グー、はい、グーッと、はい、これで自動的に左に曲がります。ここの子分かってるんで、右横断、横断、あ、今左のテーブル踏んだから右、ここら辺だ、これだ、横断、横断、はい、横断、探して、横断、横断、横断、探せるか、これか、横断、横断、探せるか、これかな、お、グー。で、ここ渡ったら、ま、右に曲がるんで、左手に氷次郎持ち替えます。オッケー、オッケー、はい、いいよ、はい、うわ、よし、よしよし、はい、グー、よし、グー、よしよし、人が多いかな、よし、オッケー、オーケー、オーケー、はい、グー、よしよし、はい、渡れたね、はい、じゃあ右曲がります、はい、オッケー、いいよ。で、で、問題はね、この先なんだよね。ここは広すぎて、どの辺を曲がっていいかが全く分かんないんだけど、まあそこはもう氷次郎任せで、この辺かな、この辺で OK、
よし、あ、行こう。よし、はい、グー。この突き当たりに、グローバルゲート日程ビルの自動ドアがあるんで、そこのもう入ったらすぐがベーカリーなんで、まあ、店内って撮影禁止なんでね、あの自動ドアの前で終了ってことになりますけど、なんとかたどり着けるかな。よし、まっすぐ、あとはひたすらまっすぐで自動ドアを見つけさせます。ドア、ドア、いけたかな。ドア、いけたね。ぐーぐーぐー。ということで、なんとか無事に到着することができました。このように行きたいお店が見つかった場合は、何度も練習することで自然と目的地に到着することができるようになります。そして、この後美味しいアンパンとコーヒーをいただきました。ここまでお付き合いいただいてありがとうございます。それではまた次回、アリーベデルチ。